こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓です。ツインレイとは一つの魂を二分割したスピリチュアルな伴侶です。しかしそんな運命の男性が既婚者だったということは実はツインレイの間でよくあること。結婚とはお互いを夫婦と認める現世限りの約束事であり前世よりずっと前から無条件の愛を与え合ってきたツインレイにとって。 婚婚だからだかからら未ととといいう条件は相手を愛すすることと一切関係ないのですしかしツインレイ男性が既婚者だとパートナーを愛すること自体に罪悪感を抱くこともそこでこの動画では既婚のツインレイ男性がツインレイ女性と出会い決心することと本人の覚悟をスピリチュアルの視点から解説していきます。今回は ツイインレイ女性とは別の女性と結婚した男性の決心についてその心理を深く読み解いていきますツインレイ男性の決心は実は既婚でも未婚でもツインレイ女性を愛するという決心に変わりはありません現世のみの約束である夫婦関係よりツインレイの関係の方が与え合った愛情の量は大きく一緒に過ごしてきた期間も圧倒的に長いですよね つまりツインレイ男性が既婚者であってもツインレイ女性が好きで離れたくても離れられないという位置づさは変わらないのですただしこれも当然ながら既婚のツインレイ男性の方が未婚の男性より愛することの悩みは深く罪悪感も大きく乗り越えるべき試練も辛くなりますツインレイの既婚男性が決心するタイミングは変化が訪れた時です 実はツインレイ男性が既婚者の場合自然と環境に変化が訪れツインレイ既婚男性が離婚することになりますそれによりツインレイ既婚男性はフリーとなりツインレイ女性と一緒になるのです周りの状況が変化したタイミングではないと決断できないため一緒になるためにはそのタイミングを待つしかありませんツインレイ男性は 魂がが成熟した人が多く誰よりも高い責任感と誠実な倫理感を持っていますそのためいくら結婚した後にツインレイ女性と運命的に出会ったとしても自ら離婚したり不倫に走ることは想像することがあっても決して実行しませんツインレイ男性にとってツインレイ女性の幸せが第一です仮に不倫によって 深い関係になれたとしてもその後の2人には後悔や罪悪感が必ず芽生えますこの地球に暮らす以上は地球のルールに従って生きなければ純粋な幸せを手に入れることはできませんそのためツインレイ男性は特にツインレイ女性を結果的に不幸にしてしまう不倫は決してせず誰もが納得できる関係でパートナーを幸せにするという決心を 既婚のツインレイ男性は固く誓うのです魂の成熟したツインレイ男性はツインレイ女性と体の関係を持たずに愛情を注ぐことを決心しますツインレイ同士の体の営みは分かりやすく信頼できる愛情表現の一つですしかし体を重ねることだけがツインレイの求める愛情ではありませんさらに キスもハグもしない愛していないということにもなり得ません既婚のツインレイ男性は不倫にならないギリギリのところで葛藤しながらもツインレイ女性に何とか愛情を伝えようと努力し続けるのです神は乗り越えられる試練しか与えないという言葉がありますが神様ハイアーセルフ高次元の自分自身試練既婚のツインレイ男性と誠実に愛し合うことと捉えると 高次元のの自自分自身がツイインレイの2人にに結婚したた後に出会う、うとという試練を与えたということになります。ここで言う「神様ハイヤーシェルフ」という考え方は宇宙の摂理であるワンネス全ては一つという概念による解釈ですそしてこの解釈は同時にこの試練を必ず乗り越えられる既婚のツインレイ男性と健全に愛し合えるということを意味しています ツインレイの二人は、三十代、四十代など、実年齢を重ねた頃に出会うことが多いとされています。その理由は、三十四十歳に魂の準備がようやく整うため。一般的に、二十代は、仕事に打ち込んだり、多くの人と出会って、魂の経験値を貯める時期であり、二人の波動が出会うべき。高さに到達するタイミングが、大まかに三十四十代なのです。 もちろん人によっては20代で出会うことも50代で出会うこともあるいは現世で一度も出会えないこともありますつまり男性が既婚であってもツインレイの2人が出会えたこと自体が奇跡でありその瞬間からお互いの魂は覚醒に向かい無条件の愛に目覚め始めるのです既婚男性と既婚女性あるいは既婚男性と未婚女性のツインレイは前世ではす 想像を絶するほど愛し合っていたことでしょうそこでハイアーシェルフは「次の人生は難易度を上げてみよう」と難しいゲームに挑戦することを楽しむ感覚で男性が結婚した後に出会うよう人生を設計したのかもしれませんツインレイの2人は同じゲーム「人生を」をすでに何週もした実体験があるためどれくらいの難易度ならクリアできるか とといいうことを理解していますつまりツインレイたちの今の人生は例えるならハイヤーセルフ自分自身がプレイしている恋愛シミュレーションゲームの主人公であり高難易度のステージをどう攻略しようか悩んでいる最中なのですゲームの難易度が高いほどクリアした時の達成感は大きくなりますよね仕事も恋愛も何かに本気になった人は 課題があるるほど情熱的になれるものですもし彼があなたのことを本気で愛しているならこの課題をどう乗り越えようかと真剣に悩み必ずツインレイ女性を幸せにすることを決心しているはず既婚のツインレイ男性との付き合い方にはいくつもの選択肢があります思うように愛せない現実にただ悩むのではなくどうすれば 二人の納得するる関係を築けるかと前向きに考えることで今のステージを攻略する最短ルートを見つけることができるでしょう与えられた条件の中で無条件の愛をどう伝えるかこのことをツインレイの2人が考え続ける限りお互いの愛情は無限に育まれます既婚のツインレイ男性の決心についておさらいしましょう結婚していても ツイインレイ女性を幸せにする結婚しているからこそ限られた条件の中でできる愛情表現を考え決してツインレイ女性から離れないツインレイ男性の気持ちは未婚・既婚に関係なくただツインレイ女性を愛すると究極的にシンプルです決心というよりは愛するという選択肢しかないからその方法を前向きに考える というポジティブ思考が、既婚のツインレイ男性の正確な心理なのかもしれません。以上、いかがでしたでしょうか皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。